夕飯はだいたい濃すぎる隣で食べています。一人暮らしなので、まあ、なんか誰かがいる中で食べるっていうのはすごく楽しくって、ここで食べるだけでなんかホッとするんですよね。ご飯を食べた後に大体絵の仕事なんかをやっていますね。 iPad で絵を描くこともあるし、アナログで絵を描くこともあったりします。じゃあまたね。お疲れ。なんで今喋っちゃいけないのかみたいな、喋らなくても楽しいよねみたいなのもちょっと、濃すぎるの裏手には大体スタッフが何かいたりするので、まあ、そこで、私は普段濃すぎるのポップなど担当しているので、そのお話をしたりして、まあ、夜を、過ごしています。はい、いらっしゃい。昔バントさんが住んでいた小部屋ですね。でここのこたつで温まりながらちょっとおしゃべりをするのが、私の日々の楽しみですね。布団を温めるのが、ここ最近のブームですね。布団乾燥機を使ってお布団をほかほかにします。格段に眠りが良くなりますね。お布団を温めている間にお茶を楽しみます。茶香炉というんですけれども、お茶っ葉を温めてお茶の香りを楽しみながらお茶を飲むということをやっています。お茶の種類は、だいたいいつも20種類ぐらい家にあるんですけれども、その日の気分とか、まあ、どういう風になりたいのかっていうことで、お茶っ葉を決めています。布団乾燥機で温まった布団でほかほかしながら漫画を読むのが好きですね。銭湯のある暮らし、それが私の生活の中でとても大切なキーワードになると感じています。